こんにちは、磯本愛です。今日はベースメイクを紹介していこうと思います。ベースメイクしてない顔って色気がない。おはようございます。よし、というわけで今日はベースメイクをやっていこうと思います。まあ普通にね、この状態でベースメイクしだすのはおかしいので撮るんですけれども、撮った時に動画飛ばさないようにお願いしますね。じゃーん、パッ、髪の毛の、かわいい。あら、まずはじめに保湿をしたいので、アンブリオリスモイスチュアクリーム、保湿クリームってやつなんですけど、何がいいのかと言いますと、保湿の能力が半分、これ5点置きして塗っていくんですけど、すごい伸びもいいし、肌を柔らかくしてくれるから化粧のりが変わる。ほんまにで、ほんまに夜まで乾燥しない。はい、くる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 、こう毛穴が固まってるような部分もこれで柔らかくしてもらう。まあちょっと軽くマッサージがてらこういう感じの動きもしたりとか。ということで次、ムーのスキンスムーザー、こういうやつね、一回紹介したことあるかな。これお鼻のところにくるくる、こう毛穴が隠れてくれるから、これすごいおすすめ。これはなくてはならない存在やな。これを塗ることによってまっさらな肌になってくれる。はい、次にラロッシュポゼの UV デアプロテクショントーンアップ、これを塗ります。なんかマットな肌にしたことがなくて、マットにするメイクが逆に分からへんねんけど、たまにさ、なんかマットのメイク教えてほしいですって来んねんけど、答えられなくてごめんなさいって思ってます、いつも。ねえ、スポンジとか本当は使った方がいいかなって思うんですけど、時間もないしさ、ちょっと使ってられないなっていう。甘い、甘いよ、めちゃくちゃプルプルよ今。はい、そして次、ザセムのチップコンシーラーの 1.5 番、この手の甲にな、キュッてちょっとだけつける、チョンって取って、まず目の下、クマがさひどいとない、健康的じゃないからクマは隠したい。隠れてんのかって、クマもひどいんやけど、なんか目のくぼみによってる影がすごくて、自分的にはその影のせいで健康的じゃなく見えてるんじゃないかなみたいな感じ。アホのちゃん、ほんまに悪目。ここ口角、11月頃に一回鼻の下、ここにニキビが大きいのができちゃって、それがね、なかなか治らんくて、ほんまに苦戦した。はい、こんな感じです、ベースメイクで、まあ、マスクするから、なんていうの、正直肌ってどうでもいいんちゃうって思うと思うんですけど、こうマスクするからこそしっかりとしねたかなっていうふうに思ってて、なんかそのマスクしてても垢抜けてる人ってツヤがあるなってめっちゃ思うんですよ。で、使うのが RMS ビューティーのルミナイザークワッドフェイスカラーなんですけど、これのここの色、自然なお色なんですが、こちらをまずここに、わかりやすい角度、ここかな。これはほんまにね、濡れてる感じが出るんですよ。だからシャネルとかでもめちゃくちゃいいですね。ただこれ1個で仕上げれるから、シャネルよりも最近こっち使ってるんですけど。で、次鼻のここね、鼻のここもまずさっきと同じ色塗って、目頭ので、その後にここのちょっとね、ラメが入ってるところを取って、鼻の付け根と目頭につけますっていうのをすると、マスクしてもツヤができるんですよ。ちょっとさっき言うと違いが分かりづらいって絶対思ってるやん、みんなって。あ、なんか肌綺麗なんやろなっていう風に見えるんですよ。だから私はこうやってマスクをしてもツヤになるようにツヤ肌にしています、ポイント的にね。というわけで私のベースメイクはこんな感じです。この動画が少しでも良かったり参考になった方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 SNS もいっぱいやってるのでぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつまた愛でした。